ラストワンチャンかもしれん。ラストワンチャン。あったぞ未開封のやつ。いやー、でもこれ出てなかったら心俺もう売ってないしね、これ。キャンペーンのチョコビがもう売ってないし、未開封のやつが多分もう絶対あったとしてもないから、今日でマジで、ラストチャンス。メタルチャーム&、まあ、ブリザイはまだいけるかもしんないけど、あとはやはり金馬のワニ山じゃ、未開封の楽しみはさ、金馬のワニ山も狙えるっていうところだよね。よし、行くぞ、メタルチャームよ、来てくれよ。あ、やべ、ちょっと待って。今日絶対出るからね、危ない、俺忘れてた、出たやつの重りをね、平均 49g だから、プラス、まあ、59、60g ぐらいになってるはずなんでね、10g らしいから、だいたい 10g。よし、行くぞ、金馬を狙いつつ、今日で出てくれよ。なんかめちゃくちゃ重たい感じですね。まあ当たり前なんだけどね、6個連なっとるから。でもそれにしちゃって重い感じがする。絶対出るっしょ。まずは金馬のワニヤマ。でも金馬のワニヤマ出たら、あきれいね、コレクション中のコレクション。いやまあまあそう簡単に出ないと思うからね。金馬のワニヤマ出たらマジやべえな。金馬のワニヤマ出たらさ、これメタルチャームが嬉しいかも。正直。金馬のワニヤマ超激レア。メタルチャームかも激レア。よし行くぜ。いや、マジでな、ほんとに毎回ね、重い感じすんだわ。そして出ねえからな。あと、この豚とんかつ。こいつが出ねえんだよね。走ったぞ。まあ、全部、いちごじゃないから、チョコレート味だから出たとしてもこの色なんだわ。まあ、いちごのやつ、俺こっち先にゲットしたから、今日はこれっしょ。幻の99のね、カード。行くぞ出すぞ親指ドベッシュ。あ、頼むぞ、今日でマジでもうほんとないから。今日でラスト、メタルチャーマン、メタルチャーミング、グー。パッ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 パー、くっそー。まあいい、ブリザイ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 、頼むぜって、あ、これ、キラかな？あ、キラだわ。キラということは、ブリザイじゃねえな。くそ、ま、でも、キラ全部被ったよな。キラ全部被ったから何着ても OK かも。キラ全部出てるはずだから、ほら、ワニエのキラだね。ワニエさんのキラ。ワニエさん。イチゴからのも本当ワニエさんだったらよかったよね。こっちがワニヤマさんで、あっちのイチゴからの方がワニエさんだったらもっと面白いから、両方ともワニヤマさんなんだよね。まつげがクリンとしてこのまつげがないから、これが可愛いんだよね。ワニエさん、一発目。てか、一発目からキラ来たぞ。これ調子いいんじゃない今日。そして、二発目、ドゥルル。金馬のワニヤマも狙いつつ、金馬かな？チラレズ。あ、違うね。金馬じゃねえな。あ、くそ、この未開封のやつで、仕留めたい。ほらな、表も。あったわ、みんな。出るぞ。で、毎回出ないパーティーなんだよな。でも、絶対これ入ってると思う。もう振らなくてもね、重いんだって、もう。持った瞬間に、おってなるんだって。楽しみすぎる、てれれん。いくぜ。親指をドビュッシュと見せかけての、人差し指ドビュッシュ。そして、メタルチャームよ出てくれるとなんでないのか引っかかってないね、ないよね、くそー、なんでねえんだよ、なんでねえんだよ。あ、またキラかも、嘘、え、2枚連続、あ、これキラじゃないよ、ごめん、キラかと思ったけど、ブリザイの可能性があるよ。ブリザイ、ブリザイ、頼むで出てくれ、ブリザイ、暇だ、イチゴのせいの暇だね、かわいいね、イチゴのスタイと、イチゴのクッションかな、これ。でかいの持ってる、ヒマね。たたたたい。イチゴのスタイがかわいいヒマウリだぞ。ピンクのおよくも似合ってるぞ。イチゴヒマ、ゲットコーニー。まあ、でも持ってるからね。落ち着け。あー、出る気がする。めっちゃドキドキする。ついにその時、その瞬間が。あと、金馬のワニヤマね。金馬のワニヤマを狙う。トゥルトゥトゥ。あー、違うか。さすがに金馬のワニヤマは。出ないか、そうか。多分、メタルチャームが出ないと思うからね。金馬のワニヤマ、相当レアだからな。本物見たことないもん。ネットの画像でしか本物見たいな。多分、これ、確かこれ。一本だけ金馬だったんだよね。一本だけ。そして、あ、入ってるわ。手前に待ってるつか、毎回外すからやめようもん。でも重たい感じするんだよね。ずっしりと。中に重たいね、なんかゴロゴロしたような、錯覚かな。欲しすぎて、錯覚を起こしているのかもしれんぞ。しかしな、どうだ？メタルチャーミングどうだ？メタルチュー、ないよね、引っかかって、ねえ、ないよ。くそー、メタルチャームがないよ。頼むって、ほんと。頼むって。
やでも今日はね、あの未開封パックだからさ、チョコビ6個食えるんでね。まあ、6個前、5個がね、結構おまけいっぱいになるんで、食べきれる数で5個買ってたんだけど、まあ、6個、まあ、6個だと、ま、ちょっと多いな、的な感じかな。まあ、5個が一番いいんだよね。美味しく食べられる量。まあ、でも別にこのままの保存効くからいいんだけど、やっぱ買ったらすぐ食べたくならん。そのうち新鮮っていうか、まあ、パックされてるからさ、大丈夫だと、おい、出ねえ、ブリザ、豚野郎出ねえぞ。これもしんちゃんの表情が注目ですよ。ミサイルこのノリノリのミサイルとしんちゃんのゴソンガーフェイス。はぁ、やべえ。マジでか。ここまで豚が出ねえと思う。豚野郎、あいつ豚。あとはキンバの、ワニ山の歯を見たいぜ。キンバのチラリズムったらチラリ。あ、くそー、キンバのワニ山出ねえな。そして、頼むぞ。いや、重い感じすんだよな、マジで。60g ぐらいね。ある気が、ちょっと測ってみていい？これ。マジで、すげえ重たい感じすんだよな。ちょ、気のせいか。これ 60g ぐらいだったらマジで入ってるってことな。48、少ねえじゃねえか、むしろ。むしろ少ねえじゃねえか。まあ、いや、ブリザイ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 。もうね、こうなったらブリザイですよ。もう、くそー、測んなきゃよかった。いや、すごいね、重たい感じしたからさ。これ60あんじゃねえかな、とったら。ねえじゃ、もうないわ。ない、確定。はい、ないです。シールは絶対あるよ。し、あぶねえ、ほらな。焦った、めっちゃ焦った、めっちゃ焦った、またかよと思ったよ。焦った、めっちゃ焦った。あ、でもこれキラだわ。キラだからブリザイじゃないな。絶対キラだ。この分厚さは、この分厚さキラだな。でも、あ、キラじゃなかったし、はず。でもヒロシだな、俺の好きなシール。いちごシールだから一番好き、これ。ヒロシのこの顔が、はっていう照れてる顔がめちゃくちゃいいんだよね、これね。ヒロシのこの照れ顔ですよ。照れ顔ヒロシ。いちごヒロシ。ゲットコーリーで。しかしながら、あと二つ、ドゥドゥル。まあ、こっちはね、あ、もう金馬じゃないから。これは取っといて、まあ、こっちを見ないで開けて取るということで。行きましょう。こっちね。で、これ最後に見るっていうね。これ金馬かもしれない可能性があるからさ、こっちを見ないで、はあ、豚も出ねえし、メタルチャーも出ねえのかな。いや、ほんとマジで思ってんだよな。でも出ねえんだろ、どうせ。頼む、メタルチャーも出ないにしろ、豚、お助けヒーロー、豚、頼む、とんかつ、とんかつねえとマジで終わる。いや、でもマジで重たい感じするね。持った瞬間に分かるんだって。あ、これ重たいっていうのが、全部重たいってどういうことなんだろうな。どうだ、ないか、ないか、ないか、ないよか、ないよね、ないよね、ないよね、マジでないよね。ちょっと待ってよ、なんでだよ。ていうかさ、ほんとさ、メタルチャーマンしょうがないよ。豚は、あの豚何してんの、マジで。あの豚のせいでコンプできないってパティあるんじゃないの、これ。頼む、豚、ブリブリザイモン、お助け料、ローンも、へぇー、か、やべえ。みんなマジごめん。マジで今回も未開封のやつせっかくゲットできたのに、メタルチャームも出なければ、ブリザイも豚もトンカツも豚汁も出ないっていう。え、てかさ、メタルチャーム100個に1個っていう噂を聞いてたの、俺、コメントでさ、教えてくれた人がいて。もう100個もう、もう、とうの昔に超えておるんだが。まあ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 、でもこれが、最後のワニヤマがさ、金馬の可能性もあるし、でるってるってる。これで、ね、金馬だったらマジでもう飛び跳ねたのにな。金馬のワニヤマじゃねえかと。そして。いや、マジで俺、一個もゲットできないで終わんのかな。前回のラバマスもさ、ゲットできずに終わって、今回のメタルチャームも、どれか一個ぐらい出てもいいじゃん、マジで。もうどれか一個ぐらい出てもいいじゃんね。なんでだよ、もう。なんで毎回出ねえんだよ、ラバマスも出ねえし、メタルチャームも出ないし。頼むって、一個ぐらい出てよ、ドビュッシュ！行くぞ！最後の戦い、メタルチャームよ、出てくれ。メタルチャーム、チラリズム。チラリズム、ポーホホホホ、グザーズ、ごめん、みんな今日も出せなかった。今日も、せっかく未開封見つけ出したのに、せっかく未開封見つけ出した。
しかし最後まで諦めないよ俺は。これで豚が出れば勝ちだから、豚が出れば勝ちだよ。トンジレ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 、豚リズム、ワニニエリズム、ワニエリズムじゃねえ、くそ。豚も出ねえし、チャームも出ねえし、キンバも出ねえし、何にも出ねえな、ちくしょう。まあでもいいよ、キラーゲットできたしさ、あのヒロシの被りもゲットできてるし、ヒロシね、このヒロシ可愛いな、これ本当に。ヒロシのこの照れ顔すごい可愛いんでね、はみたいな、お前なんで照れてんだよマジで。あとワニのキラーね、ワニのキラーも、あれちょっとワニのキラーはあった、ワニのキラーもゲットできたし、今日はこの6枚ということで、豚出ねえマジ、豚どういうこと、こんなに開けて114個も開けて豚が出ないんだよ、おかしくない、豚1枚、この豚一体全体どういうこと、隠れシークレット中の隠れシークレットじゃん、くっそー、みんなマジでごめん、今日も出せなかった、ちくしょう、豚これが出たらシールコンプだね、いや今日出る気がしたんだけどね、マジごめん出せなかったわ、ということでまた次回はまたあのできればパック未開封パックまた見つけ出して買ってくるわ、なかったらちょっとバラになっちゃうけど、あとイチゴのやつもやりたいから、イチゴの未開封欲しいな、なんとか出すわ、もうちょっと待っててみんな、ほんとごめん、まだチャンスはあると思うから、多分ね、なかったら出し終わりだ、なんとか出したい、なんとか一個はみんなと一緒に見たいよね、動画でね、ゼーチコンプとか甘かったわ、もう甘い俺だった、もう全然出ない、まさかこんなに出ないとは、本当に動画内でコンプしたかったんだよね、全部全然だわ、一個も出ない、もうマジで一個も出ないで終わるかもしれない。